こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。千葉県八千代中央のお教室で今日は審査です。10名の方が書伝を受ける予定でしたが、1人体調を崩されて9名の方書伝の審査を行います。いつも通り、ね、私3式までやったらちょっと抜けてもらえる。私と一緒に抜けないよ、ね、ではいつも通りね、皆さんと楽しく会えたらいいと思うので、万が一なんか合わなくて止まっちゃっても何事もなかったように続けてください。はい、では礼をします。深呼吸をしましょう。静止。
後ろの皆さんにも礼をしましょう。皆さんね、すごく息が合ってて、それでやっぱり9人、今日ね、1人お休みで残念ですけど、9人で息を合わせて、なんかそんなに緊張してる風でもなくてね、すごく素晴らしかったです。本当に2年前、私がここにね、指導に来た時から比べると、皆さん本当にね、一人お一人が上達して、まさかね、こんな皆さんだけで24式が通せるなんて私ずっと思ってなかったんです。覚えなくていいですよとか、まあまあみたいな感じだったんですけど、本当今日はね、皆さん、戦闘難しいんですよ。だから、ここはね、ちょっとね、プレッシャーかかる。だからちょっとね、忘れちゃったりすることもあったかもしれないけど、全くそれ以外はね、安心して見ていることができました。本当におめでとうございます。全員合格です。いやいや、大丈夫、大丈夫。今後の皆さんの成長が楽しみです。本当に初伝の方だけの9人での演舞でした。素晴らしかったです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。ではまた。